いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2016年モデルトヨタアルファード3.5エグゼクティブラウンジを紹介させていただきますまずお車の状態ですがフロントに下すりフロント複数箇所 ボンネット複数箇所フロントガラス複数箇所に飛び石フロント複数箇所右フロントドア複数箇所左フロントドア複数箇所トランクパネルリアバンパー複数箇所に線傷右フロントドアエッジ 左リアドアに傷リアバンパーにへこみがございます走行距離に関しましては約2万7千キロと低走行なお車でございます外装色はブラック日本が誇るラグジュアリーミニバントヨタアルファードでございますこちらのお車はエグゼクティブラウンジということでエグゼクティブラウンジシートや シートヒーター、ベンチレーターなど数多くの快適装備が施された一台となっておりますまたエクステリアに関しましてはモデリスタ製のエアロが装備されておりますので迫力のある一台となっておりますヘッドライトに関しましては LED ヘッドライトが装備されており夜間走行時も安心してお乗りいただけますエンジンは3.5リッター V 型6気筒の NA エンジンが搭載されており、最高出力は280馬力を発揮します。また足元に関しましては、純正の17インチアルミホイールが装着されております。続きましてトランクスペース、紹介させていただきます。トランクに関しましては電動での開閉となります。 3列目シートが用意されたお車ではございますが、トランクスペースしっかりと確保された1台です。スーツケースに関しましても、複数個収納することが可能となっております。また、後部座席を倒していただきますと、長い荷物にも対応ができます。続きましてインテリア、紹介させていただきます。運転席・助手席、若干の使用感がございます。 ではエンジンを始動しますステアリングに関しましては四本スポークのコンビステアリングが採用されておりますこちらにはアダプティブクルーズコントロールが用意されておりますので快適なクルージング走行をお楽しみいただけますまたナビゲーションに関しましては純正の SD ナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの主張も可能です。バックギアに入れていただきますと、360度カメラとバックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては、6速のオートマチックシフトが採用されております。また、走行モードに関しましては、エコモードが用意されております。フロント両席に関しましては、 シートヒーターが完備されておりますので肌寒い季節でも快適なドライブが可能です続きまして後部座席紹介させていただきます後部座席に関しましてはエグゼクティブラウンジシートが採用されておりますまた後部座席に関しましても若干の使用感がございます後部座席にもシートヒーターベンチレーターフリップダウンモニター スインムーンルーフ JBL サウンドが装備されておりますので快適性あふれる室内空間となっております。最後に気になる車内の匂いですが特にお煙草の匂いとは致しません。今回は2016年モデルトヨタアルファード3.5エグゼクティブラウンジを紹介させていただきましたこちらのお車は走行距離 約2万7千キロと低走行な一台です数多くの豪華装備が施されたトヨタアルファードエグゼクティブラウンジでございます走行性能に関しましても280馬力を発揮するエンジンが装備されておりますので街中でもストレスなく走行していただける一台ですまた後部座席に関しましてはシートヒーターやベンチレーター フリップダウンモニター、ツインムールーフなどが装備されておりますので快適性あふれる室内空間を演出しておりますお探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思いますよろしくお願いいたします